アイテム番号 SCP-297-JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-297-JP は右肘から先を右肩から先をセラミック製のギブスで固定した状態でサイト8173の標準的な人型オブジェクト収容室に収容します。通常の給食とは別に SCP-297-JP A の発言例に応じた治療を与えてください。 SCP-297-JP A には給仕の時以外適切な形状の口枷を装着します。また必要に応じて拘束具の追加が認められていますが給仕作業の妨げになるものは許可されません。 SCP-297-JP は現在精神的に非常に不安定です。週に1回2回以上のカウンセリング心理療法を行い必要に応じて最小限の睡眠薬を処方することが認められています。収容室内から金属は極力排除し万一自傷自殺の兆候が見られた場合は即座に非致死の手段で無力化してください。説明 SCP-297-JP は身長 176cm 体重 78kg で30代の日本人の男性です。本人が自傷した生命により身元が確認されDNA 検査や歯の治療跡から本人と断定されています。口述の不安以外に特異性はありません。家族等の関係者にはカバーストーリー、登山中の遭難が適用され、対外的には行方不明扱いとなっています。SCP-297-JP の右手首から先の部分は、1週間から20日の不定期な周期で、地球上で確認される様々な生物の頭部 SCP-297-JP A として に入れ替わります。変化の過程はほぼ一瞬でその生物本来のサイズは無視され右腕の断面から生えるのに適当な大きさへ拡大縮小された状態で現れます。 SCP-297-JP A の例としてはイエイヌ、ホホジロサメ、ナイルワニ、アフリカゾウ、ハダカデバネズミ、キイロアナコンダ、グレビーシマウマ、コウテイペンギンなど財団に収容されている約6ヶ月間で、種が確認されていますが、脊椎動物以外は発生していません。これは SCP-297-JP の尺骨を脊椎代わりにしているためと思われます。また、SCP-297-JP A と SCP-297-JP は循環器系、神経系を共有しているため、不用意な攻撃は SCP-297-JP へのダメージ、出血として現れます。SCP-297-JP A の DNA 検査結果は SCP-297-JP のものと同一であり、そのためこれら動物の頭部は SCP-297-JP の肉体が変異しているものと推測されます。SCP-297-JP A はその頭部の生物が増殖する餌量と睡眠を必要とし、もし給仕がなされない場合は SCP-297-JP から未知の原理で直接栄養を吸い上げます。これは通常の飢餓状態に比べ異常な速さで進行し、およそ12時間で SCP-297-JP は体重を最大、kg 減少させ、脱水症状から昏倒し、放置すれば死亡するものと思われます。単純な栄養点滴では吸収のスピードに追いつくことができず、この減少を止める手段は SCP-297-JP A への適切な給仕のみです。X 線検査では食道は途中で途切れており胃や腸などの消化器系は確認されず、接触した物品の行き先及び排泄については未解明です。また、SCP-297-JP は SCP-297-JP A と大まかな感覚を共有しており空腹や適切な食料を察知することができますが、右肘から先のコントロールを失っています。肉食動物が SCP-297-JP A として出現し飢餓状態へ陥った場合、SCP-297-JP そのものが、上記の栄養吸収とは別に、
直接の捕食の対象となる場合があります。現在 SCP-297-JP の肉体には、箇所の異なる生物の噛み傷があります。また睡眠においても SCP-297-JP と時間帯が一致しないケース1が多く、睡眠不足に陥ることも珍しくありません。インタビューログ SCP-297-JP-12 対象 SCP-297-JP インタビュアー研究員付記聴取室内には対象とインタビュアーの他に突発的な事態に備えて2名の警備員を待機させた。 SCP-297-JP は右肘から先をセラミック製のギブスで固定。 SCP-297-JP-A はインタビュー時赤星インコの携帯を示していた。録音開始日付2000年月日 SCP-297-JP 俺の頼みは聞いてくれるのかい。研究員、その結論を出すためにもう少しインタビューをさせてください。 SCP-297-JP-A インタビュー SCP-297-JP 約20秒の沈黙、ため息。わかったよ。研究員、あなたの腕についてどうしてそのようになったのかの経緯を聞かせてください。SCP-297-JP 何回も言ったはずだけど。研究員、再度確認したいところがあるので。 SCP-297-JP 約30秒の沈黙。俺は山歩きが好きで、その休日も。研究員、すみません、正確な日付をお願いします。 SCP-297-JP苛立ったようなため息。もう半年前だ。2000年の月日。俺は山に登ったんだが、迷った。これに関しては別に妙なことはない。慢心してただけだ。よくある登山者のミスってやつだ。とにかく天候が予想を超えて急変して、それに対する備えは足りなかったし、俺は一人だった。SCP-297-JP土砂降りで、どうしようもなかった。予定通りの下山は難しかったから、途中にある山小屋に入ったんだ。そしたら先客がいた。いたんだけど、そいつはそいつでどう見ても山登りに来たように見えなくて、医者みたいな白衣を着てた。あんたらみたいに。研究員、それで、SCP-297-JP。そいつは俺が入ってきたことに相当驚いたようだったが、すぐに笑って温かいコーヒーを勧めてきた。大きめのマグカップにたっぷりで、待て、今思い出した。マグカップに漢字で何か書いてあったんだ。SCP-297-JP-A、思い出した、思ったした。研究員、漢字ですか？ SCP-297-JP-A、普通に土産物屋で売ってるやつじゃなくてこう、ほら、会社の創立何十周年とかで記念品を作ったりするだろ。そんな感じの品だ。SCP-297-JP。そうだ、日本生物、なんとか研究所、みたいな、全部は思い出せないけど、日本の、火、と生物の、生、と研究の、研、は確かに見た。研究員、続けてください。コーヒーを飲んだ後は？ SCP-297-JP。何か薬が入ってたんだろうな。すぐに意識がなくなって、目が覚めたら山小屋の外に放り出された上に、グワンが、あの目があった瞬間は一生忘れられないな。それで、ひどく腹が減って、でもそれは、俺じゃなくて、腕のやつの空腹だったんだ。それで、研究員、なるほど、わかりました。それでは、インタビューを終わります。ありがとうご。SCP-297-JP、ちょっと待てよ、俺の頼みはどうなった？研究員、今回のインタビューをもとに検討して、SCP-297-JP、立ち上がり身を乗り出す、
ふざけるな。難しいことじゃないだろ。俺の同意もあるし。こんなもの直しようがないに決まってる。俺は元の生活に戻りたいんだ。研究員、落ち着いてください。あなたの提案はあなた自身への負担が。SCP-297JP、そんなことわかってる。バカにするな。罵倒。椅子を蹴り倒す。SCP-297JP、ええ、ふざけな、ふざけるな、家に帰りたい。SCP-297JP、悲鳴、うるせえんだよ。この、罵倒、の、罵倒、鳥が、逆上し、SCP-297JP、A をギブスごと机に打ち付け始める。SCP-297JP、A はそれに抵抗するような動きを見せ、けたたましく泣く。研究員、やめてください。落ち着いて、鎮静剤を。警備員が鎮静剤の注射を取り出し、SCP-297JP に接近する。SCP-297JP、A、切り落とせ、切り落としてください。SCP-297JP、俺に触るな。研究員に対して、この、罵倒、俺の腕がワニならてめえを食わせてやるとこだ。インコでよかったな。A、罵倒、が、警備員を振り払い、サワンで研究員につかみかかる。研究員、急いで。SCP-297JP、A、お願いです。神様、元にもっとして、ひどい、ひどいよ、お母ちゃん。SCP-297JP、てめえらは俺を治そうなんて考えてねえんだ。俺を閉じ込めておきたいだけだろうが。SCP-297JP、A、捕まえる、閉じ込める、現状維持。SCP-297JP、俺が食ったんじゃない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 。SCP-297JP は鎮静剤を注射されて無力化される。録音終了。ほい。インタビュー内に現れた山小屋の存在は現在確認できていません。また、要注意団体である日本鳥類総研の関与が疑われます。エージェントは捜査を進めてください。SCP-297JP は、県、山三合目付近において全身が血まみれの状態で登山客に発見され、その右腕の異常性から山岳救助隊に潜入中のエージェントが調査を行いました。結果、発見地点のすぐ近くに大部分の内臓、大腿部、臀部、肩の筋肉が欠損した別の登山客の死体が見つかり、傷は SCP-297JP、A の歯型と合致しました。発見時、SCP-297JP、A は、編集済みの携帯を取っており、関係者にはカバーストーリー、猛獣との不幸な遭遇、オルフした上で記憶処置を実施済みです。提案事項、収容上の懸念から SCP-297JP に対するカウンセリングと拘束の強化を提案します。提案は承認されました。日本支部理事。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。